宮崎2日目でございますということで、マキリのチャチャチャということで、本日は私が運転をしましてですね、無理くり幼馴染を召喚しました。イエーイ。ということで、幼馴染とドライブトークを撮っていきたいと思います。さあ、幼馴染とはどういう会話になるのか僕もよくわかりませんが、楽しみでございます。はい、ということで、幼馴染の家に着きました。これね、置く場所ないわカメラだから、ちょっといつもみたいにゆったりと動画が撮れないだってもうドライブ動画なんて撮る予定なかったもん、本当に。けどさ、インフルになってさ、長いこと日本にいるってなったから、せっかくなら動画撮ろうよっていうことで動画撮っていきたいと思います。ということで、これはちょっと友達にこうやって持ってもらいながら行きたいと思います。あ、来た。おはようございます。頼みます。はい、ということで、幼馴染のみほちゃんです。お願いします。ということで、カメラ持って。シートベルト。あ、シートベルト、はいはいはい、先ね、先ね、安全第一。いい子、いい子、いい子。なんか、せっかくなら質問をね、応募した方がいいでしょう。ということで、まず僕が行きたいところ、コープ。すぐそこ。てかさ、コープにさ、長谷川団子って昔あったわ。もうないよ。長谷川団子を探しに行こう。長谷川団子ってあんの？長谷川団子ってどっかあるはず。まだ？え、どっかあるやろ。長谷川団子が食べたいってよ。大塚だけにしかない臭い、これは。じゃあ、その大塚行こう。ということで、幼馴染の美穂ちゃんです。お願いします。あ、間違った。韓国と間違って、ワイパーが出てきた。もう逆よっちゃ。逆よ。ということで、まずは美穂との幼馴染っていうのも、ばあちゃん家の隣やったよね。そう、ばあちゃん見えんのよ。そうよね洗濯物干してるばあちゃん丸見えなのよ。そうよね。うちのばあちゃん家の隣に住んじゃうから、そう幼馴染よね。そう、がっつりもう小さい頃からね。ね、お互いの家にね。そうよ、入り浸っちゃったよね。そうよ。何してたって言われると、ちょっとなんか思い出せんけど。そう、何も思い出せんけど。ゲーム DS。 まだそんなんよね。あれしよった。何？動物の森しちょった。いや、動物の森を図書室で、それこそなんか待ち時間みたいな。そうそうそう、 PTA 会議じゃないけど、保護者会みたいなのがあって、その時にみんなで動物の森をしてたわけですよ。そうっていう小学生でしたアミュプラザとか行くと駐車場がだるいから、あんまいかん。どういうこと駐車場がだるいってそっからそこやっちゃうけど、歩くのがだるいっちゃう。どこでいいわ、もう駐車場なんて。宮崎って路中行かんと。ダメよ。あ、ダメやっちゃう。ちゃんと言ってくれんと分からんかいね、経路も。まっすぐ。はい、あれがすみんだ。いいな、韓国。韓国いいよ。来たい。パスポートいいよ。ね、海外行ったことない。え28にして一度もまだお国を出たことがありません。はい、恥です。生粋の日本です。え、恥です。え、恥。でも行ってみたい、韓国は。行ってみたい。そんなあなたに朗報です。今宮崎、韓国の航空券を買います。そしたらパスポートがタダで作れます。そうなの？宮崎県民タダで作れます。今です。なんかキャンペーンかなんかしよっとね、韓国と宮崎の直行便が出たから。うんうんうん、できた、ね、だからこれ知らん人多いってよ。それを、そこまでは知らんかった。だからそれができたから、そのキャンペーンで、パスポートを発行するのに手数料かかるじゃん。1万いくらとかかかるじゃん。2万近くかかるじゃけど、それがタダです。長谷川団子ついたら、あれしようかな。質問とか読もうかな。質問とかもしようかな。どうやって切ると？うん。じゃあ、上の赤いボタンを押してみましょう。これですか？あ、それじゃないね。あれ？その上の部分やね。上に丸い、赤い丸いのがあるやろ。それ押してみてごらん。あ、押します。はい、正解。やばい。長谷川団子。嬉しすぎる。あ、長谷川団子だ。私、この醤油団子。絶対食べる。じゃあ、醤油団子も食べる。他にもある、いちご大福とかもいろいろあるよ。海苔団子と。海苔団子と。みたらし団子。みたらし団子。実家にも持って帰ってあげよう。優しい。5本5本とかでやれば、おいっ子たちも食べるもんな。海苔団子1個と。海苔を1本。と、醤油1本と。醤油を1本。で、みたらし2本。みたらしを2本。で、お土産用で醤油団子とみたらしを5本ずつ。5本と5本ですね。はい。はい。これですね。はい。大丈夫です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
ざまーす。はい、ということで長谷川団子を買って、コーヒーも買って、ゆったりと動画を撮れる場所追い求めに来ました。おじいちゃんおばあちゃんになってもこういう生活続けようねー、そうしようねーみたいな風景ということで、まずは長谷川団子を食べましょう。召したって、どっちから食べたい？私は醤油。私も醤油。あなたも醤油。見てこれがうまいよ、この長谷川団子の。これがずっと食いたかったんよ、めっちゃ探してたん。もう大塚にしかないっちゃ。いただきます。なんか思い出した、こんなだった。いただきます。いただいて。いいよなこれ、100円で。うん、これこれ。ということで、幼馴染に質問ありますかっていうことで質問が来ております。質問その1、 K-POP 何のグループが好きですか。うちのファンですからね。 K-POP 好きよね結構。昔は聞いてたね。え、昔なんかファンやったの。エクソ。エクソのギョンスが来てる。ディオ。エクソのキョンス。ギョンス。ディオ。ギョンス。ディオ。わからん。エクソ、カイとかしかわからん。わしが逆に知らんというね、そのあたりって。やろ。マジで TWICE からやから、うん、意外と知らん。 TWICE のデビュー曲ぐらいまでは聞いてたかも。あ、だからそのレベル。先輩じゃん。先輩。まあまあ。先輩。今はわからんじゃん、まあ。あんまわかんない。有名な曲しかわかんない。ニュージーンズとか。うん。ルセラフィンとか。そうそうそう。NCT とか。そのあたりね。そこら辺は有名な曲しか知りません。そうやね。はい。可愛すぎませんか？よかったね。美の秘訣とかあったら教えていただきたいです。宮崎のその肌管理ってどんげすと。ひたすら保湿よ、もうこの年齢になったら。保湿しかないのよ。どこに行ってもそうです。どこに行ってもそうです皆さん。でもまあこっちは乾燥とかそんなないから。韓国ってめちゃくちゃ乾燥するから、もうせんと死ぬみたいな、肌が死ぬみたいな感じやけど、保湿は大事やと思う。まあそうよね。何歳から友達ですか。でももう物心ついた時にはいた。そう、小学校の時には隣におった。もう小学校の時には隣におったし。何歳からって分からんだ。分からんね。あ、いいですね。まさしさんはモテてましたか。いいえ。ああなんかこう女わかんないじゃんこっちは。そうそう、女の子サイドの会話わからんやん。誰々くんが好きなのみたいな。マー君が好きとかそういう、ないないっちゃ。なんかおうマー君は、うん、かっこいいじゃない。かわいい、うん、まあまあまあ、だって小さい頃の写真これやからね。もうおにぎりくんですから。そう、マスコットやったから。マスコット、はいはい。人気者やったけど、うん、まあまあ、うん、まあ昔から愛されキャラで生きてましたので。そうそうそう、すいません。でもまあ嫌われることはなかったかな、うん、なかった、絶対にない。私はもう昔からそういうキャラなので。すいません皆さん。そう、みんなのマー君やったから。そうそうそう、まあある意味モテてるっちゃモテてるなんだけども、まあ言い方次第かなみたいな。やっぱ視野をみんな広く持とう。元彼何人いた？ん？うん。一人？マジ？あれそんなやったっけ？本当に。うん。彼氏できんかった私。なんで？ガード張りすぎじゃない？そう、なんかね、そんなつもりはないってよ。うん。でも壁を感じるらしい。ああ、まあわしからしたら分からんけどね。壁もクソもない時から一緒やから。そうそう。24歳の時に初めて彼氏ができました。24歳？はい。おめでとう。ありがとう。大人になったね。すみません、別れました。おとくん、これからどうしましょう。募集してます。お願いします。ぜひぜひ宮崎に来てください。拾いに来て。妹は結婚もしちょんとに。知ってます。3人います、子供。そうよ、もう 3人もっと尊敬あるっちゃ。びっくりした今。プライベートでまさしはどんな感じですか。いや、プライベートも変わらんと。やっぱその動画でのテンションとかは違うやろうけど、キャラ的には変わらんくない、うん、動画と。マジで何も偽ってないよね。うん、何も変わらんから。ずっと幸せそう。すごい能天気バカじゃん。その方がいいよ。でもすごい能天気バカじゃん私。まさしの取扱説明書ってある。これからもどうぞよろしくね。だって私が何しても何も言わんじゃん。まあ確かに。何も言わん。どう扱えばいいかとかが分かんないんだよな私の中で。私がどう扱っても扱えるから、うん、あ確かに。正解が分かんない。ありがとう。確かに。私の取説ちょっと考えてみよう。
わかんない、わかんない、なんか来る者拒まず去る者追わずの人間だからな。そうそうそう、これいいんだよ。幼馴染に YouTuber がいるっていうのはどう思ってる？なんも思ってない。詳しくも知らんわけやさ、実際その YouTuber ってだけで、うん、YouTuber ってだけで、まあ、どういう仕事をこうしてるとかもさ、そうね、まあ編集とかしてるんやろうな、そうそうそう、撮影してるんやろうなみたいな感じか。そうそう、いろんな職業の人が多すぎて、私の周り。ああ、はいはいはい。そんな。そう、時代になったな、ぐらい。YouTuber なんてなかったもんね。そうそうそう。確かに。まあ、なんかやってたと思うけどね、YouTuber じゃなくても。うん、結局なんか TikToker してるか、とかなんかそういう、結局インフルエンサー系をやってた気するけどな。うんうん、なんかそういう人やったからかな。確かに。まあ、違和感がないのは。あ、確かに。まあ、昔からそんな感じやし、みたいな。じゃあこれ最後ね、マーキュリーさんの黒歴史教えてください。これ恥ずかしいよねみたいな、これ言われたらちょっと恥ずかしいんじゃないのみたいな黒歴史。本当に黒歴史だったらピーするか。編集できるんで。黒歴史、黒歴史、偽りのない人間すぎるよな。黒歴史もないと結構正直者なんよな。黒歴史か、人がってた記憶もないしな。うん、なんか太ってた記憶はあるけど、尖ってた記憶はないのよ。そうね、常に丸かったね。性格も含め、そうずっと丸かったからな。まあ小学校ぐらいはさすがに黒歴史はないということで、ね、まあ中学高校って一緒やったらね、またあれやったけど、じゃあ次回は私の初恋相手のあやねちゃんと動画撮りましょう、ということでまた次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。いいの、初恋の人と動画撮れるって最高やな。いい、ね、そんなあやねとか最高やね。今会いたい、会いたい。あやねブレイクダンス踊れるようになりたい。おお、やってるやってるやってる。